維新陽気武道雑談、鎖国主義の武道は退化する、門戸開放していない道場は武道は逮捕する、他の武道との接触試合、特に試合を拒む武道は逮捕する、自由に他の武道と交流し試合し研究する武道は進歩する、武道は時代とともに進歩しなくてはならない。何百年前の武道のままでは逮捕する。すべてのものが進歩する中で孤立化、鎖国化、交流望まない、試合望まない武道は逮捕する。そういうふうな武道がたくさんある。例えば古武道はその類である。決まったものを、決まった形を何百年守り続ける、応用はしない、試合は他としない、鎖国主義である。試合は他としない、したがって他武道からの刺激はない。刺激あってこそ武道は進歩する。他の武道に負けてこそ武道は進歩して強くなる。それが分かっていない指導者はあまりにも多すぎる。現在の居合も古武道と同じ、何ら変わるところはない。そういう意味でいろいろ問題がありすぎるが、格闘技戦は少しは参考になる。格闘技戦は非常に参考になる。維新陽気武道は鎖国主義は取らない、他の武道との交流を歓迎する、学問の世界では自分の学問だけで鎖国主義を取れば、それは進歩しない。他の学問との交流、またそこから新しいものを生んでいく、こういうことが進歩につながる。